麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日は第11期グランプリマックス一次予選 C 卓の戦いの模様をお届けいたします。実況は私、古川彩乃が、そして本日の解説は和久津明が務めます。和久津プロ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この麻雀グランプリマックスですが、昇段の判定に用いられるポイントをランキング化し、ランキング上位者と現タイトルホルダーなどが戦う今年度を締めくくるタイトル戦です。勝ち上がりシステムですが、半チャン5回戦を行い、トータル上位2名が勝ち上がりとなります。なお、ルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。それでは本日の出場選手を紹介してまいりましょう。まずはちーちゃ、この方です。九段シードで一次予選から出場となっております。今年度は B1 リーグ4位でした。藤原貴博プロ。続いてなんちゃです。なんちゃはこの方です。今年度は A2 リーグ14位でした。ポイントランキング17位での出場です。二階堂秋プロ。そしてシャーチャです。今季は A1 リーグ6位の成績を収めました。ポイントランキング12位での出場となっております。前田直也プロ。そしてペイチャです。今季は A2 リーグ第8位でした。ポイントランキング22位での出場となります。客の直樹プロ。さあ、この4名での戦いとなりますが、和久津プロ、はい、本日はどのような戦いが見れる予想でしょうか。はい、はっきりと守備型多めかなと思います。はい、ね、重くて、はい、こうプロっぽい対局を勉強して、うん、私も、はい、勝ち上がりのために、はい、私もあの出番あるので、そうですね、はい、自治会にあるので、はいはい、ためになったらなと思います。はい、そのあたりも渋い戦いが見られるかと思います。そうですね、はいはい、楽しみにしてまいりましょう。はい、それではそろそろ対局と参りましょう。第11期グランプリマックス一次予選 C 卓第1回戦東杯の開始です。さあ、第1回戦始まりました。ちーちゃに藤原、そしてなんちゃ秋、シャーちゃに前田、ペーちゃ客のという座順で始まりました。トーン1曲ドラは裾です。さあ、改めましてワクツプロ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、解説席にちょっとお花がね、はい、ちょっと小ネタの今日私のために、はい、実況の古川彩乃ちゃんが買ってくれたお花です。そうなんですけど、和久津プロお誕生日ということで。そうなんですよ、これしかも私のすごい好みなお花だったんでちょっとアピールしちゃいました。失礼いたしました。はい、失礼いたしました。はい、さあ、統一局始まりました。親は藤原、ドラは清掃です。さあ、前田は手が整っています。掃除で一面つできている。トンが統一。そして客のペイが統一、ペイチャです。こちらが親番の藤原、ここでドラを引き入れました。イシャンテですね。あ、キュアリュハガンコ。さあ、親の藤原が一歩リードといった形になっていますが、さあどうだ、どうでしょうかね。カンパスをリーチしないかもしれないので、はい、実質はリャンシャン点になるかもしれないですが、前田がトンをポンしたところ、あ、入った。さあ、親の藤原ここで先制リーチとなりました。待ちはリャンウーソー。前田はトンポンしてこの形、想図の本一まで行ければといったところでしたが、親のリーチが入ってしまった。ドラ、さあこちらですね、ちょっと押し返すのは難しいか、無筋2つになりましたね。そうですね。藤原の欲しいリャンウソーですが、リャンウソーが2枚、ウソーが2枚、
マニュアル3枚ここにあったかな。1枚吸収されてるの残り3枚。あの前田さんの上茶が秋さんなので、はいはい、前田さんの仕掛けの信用度から言ってもあまり泣かせてくれるようなイメージないですよね。それを考えると前田さんここもしかしたら行かないかもって言ったら行ったよね。行きましたね。行きましたね。キルハイがね言いそうしかないので、うん、秋さんも行きたかったですけどね、はい、前田さんがアピールしてますからね。そうするともうちょっとじゃあ見ておこうかなっていう感じになりますかね。うん、積もった。さあ積も上がりです。藤原、リーチ、積もドラ、2000オールの上がり。さあここは親の藤原が上がりを決めて親番がレンちゃんとなります。一局一本場です。藤原としては親番で上がりをつなげて感触はいいですかね。藤原さんにしては中打点だったんでね、はい、今気持ちいいと思いますけど、藤原さんっていうとダマで高い三半役か、はい、ピンフのみとか太陽のみとか結構の、あのどっちかに触れてるんですけどね、はい、今先制でリーチしやすかったですね。両面だし。対局一本場藤原の親番ドラはウーソーです。対局の総数で一面図が完成。藤原はイーソーが貫図になっています。そしてナンチャーキはナンガトイツ、トイツが3組の形でした。さあ岩もあんこになりました。藤原、うんうん、イーソー冠してしまう、ダブトン切りたくないんですけどね、イーソー冠してしまうと、うん、はい、リーチが来るまではほとんど能天ですよね。7、8割ぐらいかな、役が結構限定されてしまうので、はい、じゃあギリギリまで押しやすくなっちゃうんですよね。あとまあペンサンソーの受け入れもあるんでっていう、勘したくない、したくないんですよね。ただドラ1枚引けば話変わりますけど、うん、秋さんこれで役はい、秋は流派も重ねて自家支配のなんと流派がドイツになりました。前のはピンズが多い形、これどうする。ここはテンパイ外し、はい、払ってきましたね逆の、うん、ここでも勘しない、さすが、さすが守備型の戦いですね。さあピンズが押し寄せてくる前だ。ここはドラを引きました。2枚目のドラです。逆のイーシャンテン、さっきはナンがアンコになりました。ウーソはドラです。ここはスワンから、どうしますか。リーチに行った。さあペイちゃんの逆のからリーチが入っています。逆ののアチはスーチーソードラドラです。さあ勝負手逆のこのリーチを受けて藤原手が止まっている。 E1 触りましたからね一瞬。宣言牌はスワン。E1、 あ、両層だ。両層は1、あ、現物ですね。現物 E 層も切りやすいのかな。さあしかし逆のこれはリッチピンフドラドラの勝負手。いやこれ E 層勘すると、はい、ドラを引いてしまうと引かなかった。どうしますか。どうしましょう。数層は切らないんですけど、はい、小筋の E1 3個がね一応あったんでと思ったんですけどね。藤原さんでしたね、愚問でした、ね、
さあ、そしてなんちゃの秋も流派を統一にしていいシャンテンですよ。秋さんでドラが関数層の形って残ってるんですよね。そうなんですよね。ただ三暗行になったりしたら行くのかな。ただパーソーがない、パーピンが、パーピンが1枚あるか。ただ数層がないんでね、実は。あということは客の野町の地層、これで、ね、残り2枚だと思います。この地層多分6枚目かな。うーん、ということはなかなか客のもどうだ、積まれるか。大きいですからね、上がったら。そうですよね。ここ面白いですね。すべて無筋ですけど、これは宣言杯が数ワンの間4件ということで、はい、うん、あ、秋さんがウーワン行ったんですね。そうです、同じ理論で。あ、小さくここに来た。前田さんからは絶対に出ないので、まあ、天地がひっくり返っても出ないですね。ひっくり返っても出ないですね。ああ、ここに最後の小さがキープしてますけど、ただ藤原も藤原さん卵巣切ってるので、はい、待ち取りは三層切りにはなると思いますけど、うん、皆さんやめ。さあ、局の野町はもう山にはいない。これはね、一応シャンポンには当たる可能性あるんですけど、まあ言っときますか。うん、少し強気に戦う姿勢ということですかね。さあ、藤原はスーピン、スーピン通っちゃってるし、三ピン振り点だし、これででもスーピン3枚見えて、スーピン4枚目が見えると秋さんの2ピンはいけるかもしれないですね。今前田がスーピンを切ったところでスーピンが4枚見えになった、4枚見えになったので、あ、これはもう無理だわ。6級層も取ってない、サブロー層も取ってない。さあ、ね、ここで藤原は折りを選択、うん、1,2,3 番全部切れますね、うん、まだ復活するかも。鉄壁、客のドラドラの勝負手ですが、上がり牌はもう山にはいません。お、スーアンコいいシャンテンですが、ここはもう難を抜いた。両ピンね、ションパイになってね、チートイツで粘れるかどうかというところでしょうか。さあ、両ピン通った。ウーソーが通らないとテンパイ取れないね。ウーソーかソーソーが、ってことはチートイの方が可能性高かったかな。あー、嘘だ、通った。ん、うん、これは敗定ですね。はい、こちらが敗定の敗となります。と、はい、1局は客のの一人転敗で流局です。客のも勝負手でしたが、ここは上がれず、リーチ行きましたね。行きましたね。この中では圧倒的若手じゃないですか。はい、藤原さんは九段シード、九段シードですね、はい、あと2局秋の親番となります。ドラは9番、失礼しました、トーン2局日本馬となります。ただ若手と言いましても、もうもはやこのグランプリマックスは何て言いましょうか、日本プロ麻雀連盟のこう中心を担う選手たちがばかりが出る大会ですもんね。客野さん A2 リーグ所属なんで、はい、若手なのに A2 リーグにいるって感じでしょうかね。うわ、これいい手ですね。秋さん、ダブトン統一、ドラ統一、トン出たよ。そう、うん、これは基本していく。さあ、親の秋勝負手が入っています。
と2曲日本バキの夜番です。これでソースがリャメに変化、ここはリャマを打ちます。親の秋ターツ絶対間違えたくないですね。そうですね、うん、この後どれくらい泣かせてもらえるんでしょう。藤原さんなんで、はい、ただ自分だけが手詰まるのちょっと嫌だったんで今先にイーピン1枚切ったんですね、うん、あと前田さんが、まあ、どんな形から押してるか藤原さんからは分からないので、はい、トムを使い切ってしまうと本当に何にもなくなっちゃうのでっていうことだったしね。トム現物なんですが、現物っていうかポンされてる牌なんですけど、はい、ここは自分用の安全牌として確保しておこうということですよね。今通った牌、今通ったとかいうタイプは結構少ないですよね。今日の卓は、今日の卓は今日の卓はね、ローンされたくないから今通った牌切るっていう人が結構少ない目。ああ今日はいいシャンテン。そして前田も手格好は整っているが、ドラが浮いている。怖いですね。うん、ドラのそばの牌、はい、がどんどんなくなっていって、はい、これいいな。アキさんが親でダブトンポンで、はい、これドラドイツじゃないみたいな、うんうんうん、強卓あるんでダブトンだから泣く方が主流なのかな。あ、ね、どうなんだろう。初ね2枚持ってるから泣かれづらいっていう。あ、ドラアンコになりましたよ。なりましたね。アキさんの川からは、はい、ピンズ全然出てないので、あ痛いけどドラ切れない。さあどうなるか。秋にはドランコが入っている。いいシャンテン。これね、使えないドラ持ってきちゃったみたいな感じで切りたいですよね、はい、9番。なるほど。あのいいシャンテンキープしてたら、一瞬点キープしてたらドラの Q1 を持ってきちゃって、使えないけどテンパイまで持ってたのっていうタイミングで切りたいな、うん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 、あ、でもこれで使い切れる。使い切った。秋には関連ピンのテンパイが入っています。一番高い色になりましたね。ここと色が被ってる。はい、いやこれそれはこうそんなに簡単に出る打たれる牌ではないという感じでしょうか。リャンピン、もう元々ちょっともうドラの高い川になりましたよね、はい、ドラ誰だろうみたいな卓になって、これはドラ短期順から、前田はドラ短期の天敗局の名宝のイーシャンテンですね。これは勝負になりそうか。秋の星リャンピンは山に2枚残っています。止まった。でも今通ってる。さあこれでテンパイ。さあ逆のに闇点が入ります。サブローピン怖い、怖いけど、さあここは逆のと秋の戦いは、この3ピンはどうでしょう。止まると思うんですけどね、前田さんなんで、うん、はい、前田も全敗している。9番短期出ても上がれないですからね。うわ止めた。さすが、さすがさすがだっすね。まあ当然なんでしょうね。うん、何がって言われそうですよね。あれすごいですねって言ったら、何がどれがどれのことって言われそうですけど、いやで見てるこっちですよね。うもう誘惑うわーってなりますけど、切らない。さあこれで CP を引いた局のどうするか、うん、変えますね。サブローピンパーピンに変えたかな。そして秋の関連ピンはまだ出てこない。今の E ピンは、はい、
藤原さんが切った時泣いてないとはいえ、そこから手出し結構入ってるんですごく強いので、あ、詰まった。あ、さあここで玉のつまがりです。リーチつも本一、あ、リーチしてない、あ、ごめんなさい、失礼しました。つもチュン本一、2004戦のつまがりです。2004戦は2200、4200のつまがりとなりました。さあここで大きく大きな手をつま上がりました。客のと3曲、前田の親番です。ドラは鈴草、秋の親の漫画をねかわして、自分も漫画つま上がりですからね、かわすっていうかもうドンってかわしました、はい、ドンってかわしました。どでかいのいきましたね。もう客のさんのペースになるかもしれないですね。うん、結構リードすると、はい、軽めの仕掛け、はい、2風呂ぐらいの1000点2000点の仕掛けをかけてくるのが客野さんなんで、はい、なるべくリードさせないように打った方が多分今日の3人はやりやすいと思うんですよね。で今マンガンつも上がりしたので、はい、もう降りる時もさらっとドライに降りられてしまうし、結構リードすると客野さんのペースっていうイメージかな。じゃあ客のとしてはこの上がりで一歩さらにやりやすくなったっていう、ね、私の見解ではどうでしょうか本人はまだ足りないって思ってるかもしれないけど、さあ前田の親番です。ドラは鈴草、こちらは藤原の手配です。あ、少し手が止まった、ね、3層一瞬触ろうとしたんですけどね、はい、ドラが鈴草なのでドラ打ちは残していく。さあそして白馬統一は秋です。ここは流派、そして前田はピンズで一メンツ完成している。なんちゃの客のトンが統一、マンズが多い形です。もう両冠成功、大成功、うまかったですね。はい、ちょっと私には選べなかったです、何が良かったかのキューピーも重ねてチートイツも見えてきましたね。うん、ドラださあ秋は白がトイツですが、ここはメンツ手で勝負か。うん、2枚目も泣かないイメージですけどね。2枚目出たけどこれは泣かない、泣かないね、うん、本日は5回戦で2人勝ち上がりというトーナメントとなっていますが、うんうんうん、どうなんでしょう、5回戦っていうのはまだこの辺は全然、1回戦目はまあいつも通り打とうかなっていう感じですか。私のイメージだけで言っていいですか。はい、イメージだけで言うと先行したいって思ってる人がいなさそう、うん、アキさんがたまに使うんですけど、はい、麻雀の体力、麻雀の体力あるんだよねって、麻雀の体力、5回戦で、はい、5回戦組み立てて打つのめんどくさくない？これはと言い過ぎました。めんどくさいは言い過ぎました。結構辛くないですか？あの5回戦分考えながら、はい、1回戦を打つの辛いじゃないですか。確かに。なんですけど結構この特に藤原秋、はい、前田さんも本当にそうだと思うんですけど、はい、全然5回戦降りてても全然平気なタイプ、あ、はい、降ります、分かりましたみたいな、はいはい、前田さん前田さんでもそれってどっかで楽したくなるじゃないですか普通、はいはい、なんかあ、もうこの手6000ホールにして積もって決めちゃいたい、楽になりたい、はい、みたいなことをしないタイプが揃ってると思うんですよね。言いそう切ってった親だよ前田さん。前田さんはそうですよね。いや、ここはもうじっくりじっくりっていう感じなんですね。もうじっくり、もう簡単に言ってしまうと守備に自信のある、はい、人の打ち方っていうことかな。
前田さんはね、半ちゃん3回ぐらい降りててもね、親で2曲ぐらい上がればなんか50ポイントぐらい返ってくるイメージで、はいはい、50ポイントは言い過ぎか。あ、テンパした。さあ藤原、ここでテンパイ、ここは地層短期、山層は短期順からなってね、なんかすごい感じになってきましたね。すごい天井。前田はイーシャンテン、そしてこちら藤原天杯、9番はつもぎり。ああ、つもぎった。えらい。残すとね。そうですね。さあ、そして客の8位とやつはイーシャンテンで粘っている。このローワンね、振り点のローワンなんで、こう藤原さんみたいなタイプが終盤に打ち出したドラの表示牌の3走なんで、はい、結構場に緊張感はあると思うんですよね。で、秋さんも天杯に見せたいから2枚目の白を並べてないので、はい、でシャンテン走としてファストを紡ぎってますからね。ドラだ。さあこれは、これ白打つとすごい弱く見えるからどうしようか。もともとかなり経典寄りの仕掛け、そうですね、はい、ここは箱見せない、あとは親に天杯を入れさせないとかもかな。パワー1はちょっと強かったんじゃないかな、前田さんのパワー1、はい、多分ちょっと強かったと思うので、う藤原さんに対しても強かったかな、秋さんにも強かった。まだ天杯入れられるか。これで天杯。路走はどうでしょう。路走は。ここは闇天。あ、天杯ありましたよ。左脚のも天杯、清掃短期、うん。そしてこちらも天杯を入れている。順はつむぎり。あきさんもね、18順耐えれる手組みなので。はい。ね、テンパイ目指したんですけど、テンパらなかったんだけど危険も犯さなくて、これどうでしょうか。前田さんにかなり危ないですけど、ワンチャンス、ダブル、うん、ダブルじゃないか、ただのワンチャンス。前田さん老僧のところって読み切ったらもうこれはちょっと打てないですね。打てなかった。藤原テンパイ取れず、第3局は前田到着のの2人転売で流局です。さあ転売を入れていた藤原ですが、最終手番で切れない牌を引いてしまった。慣れてるんで、なんまたかって思ってると思いますけど、前田の矢番が連チャンです。ドラは流派、でもこんなの痛くも痒くもないですか。まあ、痛いんですけど、はい、慣れてる感じですかね。あれで天杯取って、はい、5800とか1万1600とか言われるのがもっと痛いので、藤原さん的にはだってこれを繰り返すじゃないですか、はい、藤原さんは、はい、あ、脳天です脳天ですって繰り返すので、はい、やっぱりね、だとしたら大きいの打ちたくないですよね。やっぱり守備型の人が終盤に切った無筋の信頼度は高いですよね。さあ逆のここで789ちゃんた789三色かんちゃん、高い手が見えている。かんちゃんのリャンシャンテン、これ仕上がるとね、かなりチャンスですが、1、2巡先のことを考えると全然みんなそうでもない手なんですけど、はい、みんなあと15巡後のこととか考えてるんで15巡後、あきさんだってね、これ初引いたら急にいい手になるからね。確かに、うん、さあドラの流派はあきが1枚持っているだけ、残りは山です。あ、こちらはピンズが多くなってきたが、ここ
ここは2層3層と外していきます藤原、うん、いやらしさを出してきましたね。これで、でこれで陰層を取りたい。あ、切られた。藤原は下の三色が見えている。巻きましたね。これはチューン仕掛けました。はい、チューンちゃんと三色、これは持ってる。さあこれはどうでしょう藤原。ちょ、ビジーペーコーとかは残したいんでパーピン切りますかね。一通がちょっとだけあったのかな。あうん、局のの仕掛けはどうでしょう。チューン1枚目から泣いていきましたが、データさえあれば客の損は何点でもあるっていうことは結構わかるかな。これでイーシャンテンぐらいかなっていう感じですかね。ターツが完全に足りてて、はい、E ピン3ピンのカンチャンの部分を3から払ってるんで、はい、さあこの何も仕掛けた客のこれでテンパイです。カンパーワン、どっち切るかですね。これ通るので藤原は三ピンをつもぎり。この三層もね通ってはいないんですけど、はい、客の三っていうことで、まあ、先切りしてないだろうと。これで打点見えたかな。うん、ここ難しいね。藤原は数ピンを引いてきてまた少し手が止まっている。一応ウーピンは通ってないですね。ここはイーピンを入れ替えた。イーピン、リャンピンは切れるんですよね、うん、ただウッパーピンが通ってないので、はい、の欲しいカンパー、あ、パーワンだ。ここに来た。え、止めるの？これは止めるよね。これがあと5回戦続く。全然暴れないですかね。そうですね。これがあと5回戦続くわけですが、客野さんね、スカッとドラの初、はい、切ったので、はい、テンパイはテンパイはテンパイ。玉露の欲しいパワーは残り山に1枚です。集まれるか。そして秋はウーソーがあんこになっていいシャンテン。あー無理かな。一応普通の手も考えてたんだけど、やっぱり本一になりそうだから本一になっちゃいました。マンズの本一漫画みたいなのね、あるかもしれないんで、これちょっとマンズは切りづらいですね。となると押し返すの難しいか。秋の欲しいカンパーは秋も欲しいんですよね。もう残り山には1枚しかありません。マキさんでドラさえ引ければカンパーは勝負できたんですけどね。うん、ドラム客の2枚切られてしまった。残りはあと山に1枚。あ、テンパイ取りました。これの方がいいかもしれないですね。どっちにしろ、うん、あんまりリーチ打っても勝てるかどうかわからない街だし、はい、これならね降りれるからね、いつでも。さあ秋にもテンパイが入っています、うん、パーピンは通ってないけど通りそう。
なんかウッパーピンで打ったら安そう。うん、うん、今だったらね、マンズ以外で打ったら結構平和な、いやマンズだよ、マンズだけど、どうでしょう、ペンチーワンの可能性が、はい、アーキさんから見るとちょっと薄いのかな、キューワン、もうワンチャンスぐらいかな、イメージ。さあ、キャックのおもちゃ、うん、ウーパーワンに変化しました。うん、欠点取れますね。E1、筋。ただ、アキさんが押してて、アキさんに E1 が通るかだけですね。欠点取りますか、どうしますか、取らない。取らないんだ。さあ、そして、アキも、マキさんよくできましたね、はい、うん、タイヤに変化、これで出上がりも効きます。あー、イワン通ってた。トン3曲は曲のとアキの2人転配で流曲です。アキも転配を取り切りました。4曲の2本馬となります。客の野番ドラワスワン、これは客の仕掛けがうまくいったという感じでしょうか。うまく終わったっていうイメージですかね。今のパターンでも粘り込まれて、例えばリーチを受けたり、はい、1枚でも強い牌を押されたパターンは客のさん今度受けなきゃいけなかったので、はい、今ね、あんまり高い手の人はいなかったので、うん、4曲2本馬となっております。親は客のシャンテン、両派が統一なのは藤原、そして秋は白が統一、前田は両面が2組、E1 があんこです。さあ、そしてこちらが親の客の。形上は客のが早そうですが。イシャンテンはイシャンテンなんですけどね。自敗が全然出ないな。出たら泣くのかなと思ってこう見てるんですけど、はい、出ないんで知りようがない調べようがない、どうするんだろうね。関数ピン失敗したように見えるけど、自敗は結構ほとんどポンの牌だったんじゃないかな。トンもそうだし、流派もそうだし、流派藤原さんだったから泣かないか。そしてこちらが親の客の、うん、早いが打点は見えていない。あー、トン重ねた、もちもち。そうですね、前だともちもちになりました、うん、藤原は急走を引いてきて、ここで箱を離す。これは秋が仕掛ける、うん、秋はソーズの本一、そして前田もいいシャンテンですが、トンがもちもちとなると少し難しいですか。ドラドラですが、トンがもちもちでドラが、あ、ドラが来ましたよ。藤原さんは天杯は取らないけれど、ああ、組み直さない。これはこの形でまっすぐ行こうってことですか。うん、そうですね。チーピン2枚切れか。ローピンのくっつきはまだちょっとあったかなと思ったけど。さあ、ドラドラの前田です。うん、持ちの握り。さあ、解くのもいいシャンテンですが、なかなか横牌を引きません。これは？これも切る。うん、あ、藤
藤原さんは秋さんの神茶なんですね。うん、じゃあすごいタイミングで、あーのラガンコになった、来たー、さあ前田からリーチが入りました。待ちはウーパーソー、やっとモチモチだったんでなかなか難しいかと思いましたが、スーアもね1枚しかなかったんで、あーこれ危ないぞ。さあ前田からドラガアンコのリーチが入っています。待ちはウーパーソー、あ小さそうだ、泣くかな、泣いた。さあ気が仕掛けて現物の蝶を打ちます。さあここで前だから大物手のリーチが、あでもやっぱり危ないんですよねこれ、普通の手に見えないので、最後キューピン切りリーチで、はい、さあここは前田の上がりとなるリーチドラさん、8000は8600の上がり、ああもうパーソ通りそうに見えるっていうことですね。パーソぐらいしか選べなかったと思いますね。マンズはもう全部切れなくてドラマタギで、はい、秋さん天杯って呼ぶと想像の下は切れなくって、一応三層の筋っていうのがあったんですけど、はい、秋さんに当たるかもしれなかったんで、まあ、パーソだと秋さんには通りそう。なるほど、うん、で前田さんにもほとんど通りそう、ただ相手が前田さんだったっていう感じですかね。さあここは少し痛い報酬となりました。客の曲が流れて何一曲藤原の矢番となっています。ドラはローピン、さあドラドラになりましたような藤原、そして秋にもドラが1枚、秋はソーズで一メンツ完成しています。前田は何がといつ、そして客のはこちらトントイツ、キューアントイツ、総勢両面が一組。あーカンウピ入った、これはいいところを引きました。さあ両派も重ねました。客のこれで動くこともできる形、どうでしょうかね。ドラ回り全部つもぎりなんで、はい、あんまり1枚目泣きたくないですけどね。うん、あとリードも減ってしまったので、そうですね。ただまだ一応トップ目ではあります。客の。あドラ固定しましたか。さあ秋も流派が重なって、これは客のともちもちになりました。うん、あ最高。ドラを引いてまだ一歩前進、タンヤを泣きそうですね。もうこれは仕掛けますか、いかにいかが藤原さんとアローども、これ泣かないってあるのかな、泣かないと上がれなそうな手ですけどね。うん、ローピンはもちろんポンするにしても、うーん、うわすごいな、ションパイは絶対自分からは切らないみたいな人たちの集まりですねこれはあっちんその間に重ねてしまった。あー本一に急を仕掛けたのは客のです。そしてこの関数層仕掛け返す藤原、関数層がね出なかったら、はい、チュンとどっちにしようかって悩んでたところで一番選択しやすい牌が出てくれましたね。これね、あーチュンだ、チュン重なりましたが、チュンだ。藤原はいいシャンテン、これで白を合わせるのか合わせないのか、合わせない、のいいシャンテン、ね、藤原さんの仕掛けなんでね、はい、もうのんき日本一って言ってらんなくなったよね。うん、3層ぐらいいくか。さあこ
こちらは客のトンガンコになりましたが、これはもう裾を切るしかないですけど、裾からいった、はい、二度受けではなさそうみたいなことかな。マックスにした、これで上っていく、うん、これは高そうですね。大脇さんはリズムで今イーシャンテンって言うんだな、はい、前田さんもイーシャンテン読みだ。まだイーシャンテンに見えるんですか。いや、私からは分からないです。私なんかの判断はちょっとここでは言えないです。さあ、何を仕掛けました前田。嘘をしていた前田さんね、ウーアンがすごいところに置いてありますね、はい、すごい前に切ってありますね。そうですね。はるか昔に、うん、さあこちら客のは、さあ先ほど打った、はい、じゃらいいシャンテン目いっぱいに構えています。秋もいいシャンテン、さあ前田もいいシャンテンです。さあどうか、うん、リャンソガンコになりましたがどうでしょう。流派はションパイ、イファンはね、前田さんに打ちづらいんですよね。ウーワンがすごい速くて、実際スーワンの受けがあって、かといって、はい、じゃあ何外すのっていうと、リャンソしかないんですよ。あ、リャンソ切った、リャンソ切ったらテンパンないよ。あ、あかん。さあ、何を冠したのは前田。シーソー、これで客野さんのスーソーを切れるようになったかな。前田さんに取ってなかったね。藤原さんには通りそうなんだけど、はい、さあなんか、3ピンは今通っている、はい、チオン、前田さんにはパーワンの方が通りそうだけど、はい、テンパイ取りたいんですよね。ただサブローワンもスッチワンも一数ワンも危ないですよね。前田さんの何本何、まあ、関してますけど、はい、さあ藤原何選ぶか。ここは チーワン、 チーワンいたしました、うん、なかなか有効牌が引けない。みんないいシャンテンです。アキさんがね、重くしちゃいました。ああ、受けました。逆の1枚切りのペアは切れない、うん、さあ今通ったが、もう降りてしまった。あ、このトーンは今切った、通った、うん、今切った牌です。あ、やっとテンパりましたね。さあこれで前田テンパイが入りました。数値ワン、シャオね、4枚目の牌なんで、前田さんがテンパイかどうかはちょっと怪しい。どっちどっちってなってる。さすがにそんなにバラバラではなさそうだから、はい、結構8割ぐらいテンパイ。ああ、そうだった。これは入ってでしょうか。そうですね、缶が入ってるんで、入ってっぽいですね。ん、入ってドラ、見えないな。ハイテイですね。ハイテイドラ、はい、1300、2600のつながり。さあ粘った前田がハイテイでつま上がりましたね。ハイが全然なかったんですけどね。うん、アキさんが絞ったので。まあ、2曲秋の山となります。あの藤原もブクブクに構え続けましたが、ドラドラだしね。そうですよね、うん、ここ上がりには結びつきませんでした。さあ秋の親番です。ドラはチューン、
昨日手配にはドラが1枚、9番が統一、ピンズで1面2完成しています。第1打はシャーから橋だったかな、前田は龍派が統一、うん、そして藤原にもドラが1枚、ちゃんたなども見えるか、うん、3層ぐらいから行きそうなイメージあるけど、チートイがあるのか、あ普通に来ますね、うん、第1打は鬼門からでした。秋も一面通できているとはいえ決して楽ではない手格好ではあります。さあカンパーピンを引き入れました藤原、え嘘、うん、嘘ですよね、ちょっと隣でしたね、うん、絶対切らないのに触るからね。さあローソーがあんこになったのは前田です。ソーズの本質なども見てなどなどしかみたいなところ ですか、しか見てないかもしれない。お、龍派を仕掛けました前田、これは龍一層を見ているかもしれない。おー、ピンザ切っていく、あと三蔵2回と数層2回確かに今手の中にあるソーズはもう龍一層ですね、縦に引き続ければそうなかなか見れないですからねちょっと足りないですけどね、ただリアンスはポイすると思うんですけど、一応あー留意層がちょっとあ、E1 があんこになりました。秋客の H1 があんこ、3番数1が統一の形です。 E 層切っていきましたね、やっぱローンは嫌ってことかな。さあ客のはこれはメンツ手とドイツ手なども見ながらの進行になるでしょうか。うん、藤原さんもイーシャンテン、アキさん結構かなり強めに押してますね。これは通ってる。ああ、龍一層がもう無理や、地層泣かなかったですね、やっぱ龍一層を目指してるから、はい、違うか、違いますね、これは嘘です、嘘です、地層ね、泣いてもターツが増えないので、増えるって言えば増えるんですけど、はい、縦だらけの手になってしまうんで、あ、これでソーズが両面に変化しました。客の藤原はイシャンテン、秋もイシャンテンです。さあどうか、なんか転廃しない。9番、これでアキさんは春短期にはなかなか持ち込めない。これは、うん、さあどうだ、ここはもうウーソを抜いた、うん、通っててアキさんが切って泣いてなくて通ってて、はい、もうやめるってイメージですよね。ペイではちょっとわからないな。これはもうなんとチュンが、まあ、チュンはドラですから当然ですが、何も切りに切りたくないということです、ね。まあ、あとアキさんに手詰まりたくないんですよね。さあ秋天敗だが、ここは9番私が外す。ちょっと順目深くなりすぎましたね。チュン切る気はあったかもしれないですけど、ローピン2枚切れたとこで、
親バの秋これね、器具はもう切りたくないんですよね。統一落としは見せたくないってことですか。脳天にな、今まで散々強く押し、おお。裏が重なりました。前田いいじゃん天。散々強く想像をしといて、はい、安全そうな Q1 で2個出たから手から出てくるともう結構脳天になって、結構脳天に見えちゃうから聞きたくなかったんだけど、一応うわー切った、すごい裾は強く押していった。もう結構怖いけどな。さあこちら前田はいいシャンテン、そして三者はもう受けている。一応秋はいいシャンテンで粘っていますが、チュン問題がありますからね。そうですね、チュン。さあ、テンパイできるか。違う。スンピン。スンピンは、はい。アキさん、多分脳天だろうけど、手出し、数層安パイで、脳天だかテンパイだかわからないでしょと。テンパイ、みんな取らないでねと。さあ、ここは4人脳天で流局です。いやじっとりしてますねじっとりしてる。まあ三局一本場、前田の親番です。ドラは老僧、さあ親の前田にはドラが1枚、ローピンが統一、パーソンがあんこの形ですね。いいんじゃないですか。さあ第1枝は E1 から、逆のは統一が3組、そして流派が統一は藤原ですが、想像で一目完成しています。秋はチュンが統一、残りは少し苦しい形。さあ、秋マンズで一目つ完成しました。秋さんは一番近いのが藤原さんなので、はい、あんまりここで安いって上がりたくないんだよな。かといって浮いてる中ちゃんぱいが、そうですね、浮いてる中ちゃんぱいがちょっとイマイチなんで。イマイチですか。ということで本一に行きますね、多分。さあ前田はウーピンを重ねました。コアトンを打っていく。これはターツが余ってしまって、これ泣くかな。ペーチャなんですね、アキさんね。はい。ヤクヤクドライチの3級ないしは5に、は全然上がりたいもんね。あ、泣いた。サロは持ちかけた。ドラ出るかもしれない形にした。はい。すごい。アロは流れた。しょうがない。もうすごい薄かったんですね。さあこちらが親の前だ、いいシャンテン。これサブローは先に引いた時はどうするんですか。前田さんですか。はい、このままテンパイ取ります。順命ですけどね、どうなんだろう。スッチピンが今3枚出てて、ただ上茶は9
切りそうなのか。スッチーピンの変化あんまりこれ嬉しくないですね。2回スッチーピンみたいなやつは、はい、サブローは泣かないけど、ウーピンローピンのポンテンなら取りそう。サブロー1の地位はちょっとどうなんだろう。3万8000点でしょ、3万8600点でしょ、はい、そんなにシャニブにあれしな、テンパイ取らなくてもみたいな感じですか。まあその後ね、結局ポンとか言われたら、うーん、あと何順、あと何順ってなる。何順、うん、うん、通ってないよそれ。どうするのかな。おお、9-1、あんこの9-1を落としました、うん、ポンテンに入る牌でしたけどね。これでインシャンテン、うん、うん、そっか、酸素はアキさんには強かったですね。これがね、あんま嬉しくないんですよ。だから、はい、おお、うん、ここはローピンを払った。藤原いいシャンテン、シャンテン藤原さんの三蔵切り何気にちょっとすごいな、ね、ペー絞ってるってことか。ペーはペーはね、ポンなんですよ、アキさんが、はい、いやそれにしてもちょっとこれはすごいな。藤原のペーはテンパイまで切らないってことですか。どうなんですかね。こんな不自由なスッチーそこの世にありますこんなもう嫌よね。でもスッチーソーとペイを切らないように今やってますね。チートイツとかの方がいいんですか。あ、違う、スッチーソー切っちゃう。いや、そうなんですよ。そうだからもうテンパイしなくてもいいと思ってるかもしれないな。テンパイしなくていいんですか。いや、藤原さんテンパイでかいけど、ここでかい、失礼、大きい、大きいけれど、ね、さあどうな、さあ秋もドラになかなかくっつかない。もうここはちょっと、うん、藤原さんから一応ね酸素手出しが入ってるんで、はい、うん、あ、え、嘘でしょ、スーワンサムローワンがかなりきついんですね。うん、あ、これはさすがに行く、さすがに行った、さあこれを仕掛けて、うん、ただこれアキさんも結構怖いよね。このペイを藤原さんが切ってきたっていう事実を目の前にして、この6球層どうするのと、はい、なるほど、うん、確かに。さあ藤原にはテンパイが入っている。スーチーソー流派粘ってる。さあどうなるか。テンパイ取らずかな。今客のさん、テンパイ取らずですね。リャンソーがもう、うん、リャンソーはもう切れないっていうことですね。うん、実際リャンソーを切るとアキさんがポンテン入れたかどうか。はい、うん、さあそして藤原にはテンパイが詰まった。このスーチーソー、つも本一なん2000、4000のつま上がりです。2000、4000は2100、4100のつま上がりです。この数値層積もりましたよん、うん、ドラ1じゃないですか。これ今なドラ、ドラローソです。ドラローソです。すいません、失礼いたしました、はい、つも、分本、なんドラ1です。3000、6000は3100、6100のつも、いやー上がりましたね。失礼しました。ん、つも面本
三アンコウドライチですね。4000、8000のつまがりでした。大変失礼いたしました。あ、そうですね。水槽と地槽、はい、アンコウにとって両面に取ればいいですね。なるほど。そうですね。すみません。大変失礼いたしました。さあ、この大きな上がりで藤原大きくリードしました。第4局を迎えます。親は客のダラワリャンピン。いやー、すごすぎた今。さあ、大きい上がりが飛び出しましたね。スチーソー。大きいし、もうペー絞りと三蔵切りがもうちょっとイレギュラーすぎて。はい。当たり前なんですかね、藤原さんぐらいになると。もう藤原さんもう藤原さんがすごいあれですもんね。もうそうですね、ダントツ抜けてますよね、多分抜けて絞るから、うん、あテンパ入ったかな。さあ、うん、前田にテンパイが入りました。ペーチャの前田です。ペーを仕掛けています。ハクがここに浮いてるけど、このハクは出ないので、この白ですかね、可能性があるとしたら。あ、両目にした。に変化、前田の待ち合わせ一番。いや、あんなに絞ったこともないし、絞れって言われても無理です。無理ですよね、はい、です。さあ、秋から白が出た。これは間違いしますね。あ、いやらしいな。さあ、さらに上を手から出して。さあ、これでは前田盤石か。どっちとも取れますね。前田さんは浮いているので、はい、本一にする必要はない。あ、出た。この数番が前田の上がりとなります。で、線は線、線点の上がりです。失礼しました。さあ、この上がりをもちまして第1回戦終了いたしました。第1回戦はトップに藤原、そして2着前田、3着客の4着秋という結果で終了いたしました。いや、なかなかすごい上がりも見れて、うん、スペシャルでしたね。はい、藤原スペシャル、はい、見れました。さあ、続いて2回戦に参ります。